おい、どうなってんだよ。1対4で3出てくれやし。おい杉本、ラオ、何してんのお前。お前ちょっと待って、ラオ、お前1本出てれば、いやお前があの2本打ってれば勝ってんだろ。7連敗です。あれ、三立てされないのが唯一の取り柄じゃなかったんでしたっけ。それがなんとですね、まあ、前半戦の最後にそれもなくなり、後半戦はそっからスタートっすか。え、7連敗。待って、借金 8？ え？借金だって5割になってからの負け越し3連敗だったから、まあ、借金8か。もうやばいって、マジやばいって。もうトーマスいいってマジで。んで、あのランナーは7回と9回も満塁まで行ったのに、もう絶望です。もう4連覇やばいって。ホークスに負けたら3連何サワン弱いんちゃうんかい。何やっとんねん。もうサマンに弱いって話やったやんか。話が違いますよ本当に。ちょっとこの本当に3試合で何かが崩れ落ちた気がします。はい、まあとにかくね、まあここから、まあもうこれちょっと CS もかなりやばい状況ではありますけれども、まあなんとかね、ちょっとこっから試合立て直してくんねえかな。もう結構まずいけどね。まあただ本当に何かしらのいいことは見せてくれると信じてます。はい、ここまでね7連敗しましたけど、やばいですけどね。大好きなエスコンに、私が大好きなだけですけど、エスコンフィールドに行ってもらって、またリフレッシュしてきてもらいたいなと思います。リフレッシュできるかな。はい、とにかく今日はね、ホークスに3立て、今シーズン2度目の3立てを、なんと連チャンで食らうというですね、低たらくを見せてしまったオリックスバファローズ、すごく心配ですが、とにかく応援はしていきたいなと思います。ではでは、めちゃくちゃ気持ちは沈んでます。